やったー、なんか余計なものまで買ったけど大丈夫？買わなきゃいけないの結構多いから、ここからは手分けしていくぞ。お前はスイートコーンとムール貝とキャラメルピーナッツを頼む。わかった。あとボブじいさんから預かった金も渡しておくぜ。買い物のお金15ドルを預かった。買い物が終わったらレジのそばに集合な。忘れんなよ。ま、何買ってくるか忘れたら俺に聞いてくれ。モーシンデルマートでの買い物にはショッピングカートを使うんだ。ショッピングカートは店の入り口あたりに置いてあるからな。買いたい商品があったら棚を調べるんだ。どの商品があるかは下画面でわかるぜ。商品をカートに入れた後はレジまで行って会計してもらってくれ。モーシンデルマート、少し手間だけどダッシュすればすぐさ。カートのダッシュは気持ちいいぜ。なるほど。じゃあとりあえず、お、びっくりした。ちゃんとこれ使うんやね。おお、すげえ。すごいすごい、見て見て見てこれ。わーいって感じ。動かしにくいな。アボカド、違う。こっちは？人参、違う。人いっぱいおるね、やっぱり。まあ、スーパーやけんね。スイートコーン、これじゃね？ほい、とりあえずスイートコーンと、キュウリは違う。あと、ムール貝とキャラメルポップコーンって言ったっけ？え、スイートコーンもいるよね。これは？この辺、あれ？この辺。カップラーメン。全然ちげえわ。これは、ドーナツ。うわ、うまそう。いいな、いいな。こっちは？ん？どこだ？カップ、うわ！カップケーキを買ってしまった。戻し方がわからんけん、まあいいか。プレーンドッグ。何プレーンドッグって。ホットドッグじゃない。あ、ムール貝あった。ほいほい、オッケー。んで、こっちは？キングサーモン。この辺はもう魚介類か。キャラメルポップコーン。サポートライフ7月号。何それ。何の雑誌だ。何をサポートしてくれるの？おう、邪魔だよ、そこの台車。ここは、スタミナム。そっか、飲み物か。なんかすごいツルツル滑るんやけど、これ。あー、やべえ、やべえ、やべえ。この辺。ここは？虹色ジェリービーンズ、違う。あ、すごい。キャラメルピーナッツ、これや。ねえ、他のおばあちゃんとかもカート使いよる。レジはどこ？あっち？ん？違う。どこだ？あの矢印の、あ、これじゃね？これや、これこれ。おー。商品は4点で合計 12.10 ドルになります。12.10 ドル？読み方合っとるかな？んで？変えた？お、変えたのか。やったー。なんか余計なものまで買ったけど大丈夫？マック。お、来たな。ちゃんと間違えずに変えたか？うん、これでいいんでしょ？買ってきた商品をマックに手渡した。よし。頼まれてた買い物はこれで全部だな。さ、早く時計屋に戻ろうぜ。おー。てかさ、マック手分けしてって言おったけど、ん？カートごと出てったの私。お、返せている。なんか手分けして買いに行こうって言ったけどさ、マックずっとあの場所におったことない。手分けしたか？時計屋。よし。ん？こっちか。ん？どこだ？こっちか。あ、着いた着いた。ほい。あれ、マックもうすでに着いとるし。おう、お帰りなさい。買い物はバッチリできましたかな？バッチリバッチリ。もちろんだぜ。ほら、これで文句ねえだろ。マックは買ってきた商品を手渡した。ありがとうございます。おかげで助かりましたよ。では、早速君の妖怪ウォッチのウォッチランクを上げるとしましょうか。お願い。これでくぐれる扉が増えたってことかな。できた？ん？今からか。あ、そこで作業するんやね。2階は家？普通に。
お、なんだ、できた、できた？なんかジバニャン床でゴロゴロしよったけど。妖怪ウォッチのランクが D ランクになった。まだ D か。妖怪ウォッチの性能を表すもの、それがウォッチランクです。ウォッチランクがアップすると強い妖怪と出会うことができたり、ウォッチロックという封印された扉を開けることができますよ。あ、それそれそれ。ウォッチランクを上げていくにはクエストをクリアする必要があります。新たなランクの妖怪とかもキャッチできるんか。ウォッチランクが上がれば見える世界も広がっていくことでしょう。なるほど。よし、できました。早速つけてみてくださいな。これで今までよりもっと多くの妖怪をウォッチできますね。よーし、これで今度こそ UFO の話を。あ、そっか、それを聞きに来たんやったっけ。あ、ごめん、なんか急にお腹空いちゃって。仕方ありませんよ、もうすぐ晩御飯の時間ですからな。お、暗くなるとご両親が心配されます。ですので UFO の話はまた今度に。あ、結局今回危険かったやん。じいさんそりゃないぜ。せっかくこれから UFO の話を聞かせてもらおうと思ってたのによ。まあまあ坊ちゃん、お楽しみは後まで取っておきましょうよ。ってしょうがねえな、買い物のせいやね。じゃあまた明日ここに集合な。忘れんなよ。またか。え、今度はもうここに直接時計屋に集合ってことね。オッケーオッケー。じゃあもう、あ、う、なんかめっちゃ雨降りようやけど。しかもなんかカッパ着とる私。ねえ。自宅自宅。傘も持ってないのに。ん？こ、ん？どっからこ、こっちからか。あれ？違う。あ、ここだここだ。こっから渡っていけば。家ってどこ地区やっけ？サウスモンド地区？コナッツ住宅街。住宅街って書いてるけん、この辺かな。ん？ねえ、なんか変なマーク出とるよ。あれ何？ねえ、なんか動きよんやけど。え、何あれ何あれ、めっちゃ怖いんですけど。え、近づいていってもよろしいものかね。え、何これ何これ、待って、吸い寄せられる吸い寄せられる、怖い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 。え、竜巻？そんなのあるんや。へえ、怖。帰らせてください。へえ、何あれ、普通に自然災害ってこと？やばいね。ただいまー。お母さん帰ったよ。ご飯はご飯は？お帰りなさい。ご飯の準備、もうできてるわよー。わーい。お、さすが。今日のご飯は、お、また。マジか。ご飯のたびにこれがあるのね。もうすっかり USA っぽいご飯になったね。ピザめっちゃ美味しそう。いいな、いいな。久々にピザ食べたいな。あの右側のは何？ポテサラ？ご飯じゃないよね。いや、ないよね。なんか葉っぱ出てきたし。で、あれは？コーンスープかなんか？いいな。でもカロリー高そう。まあカロリーなんか気にしていては美味しいものは食べられんがな。お、うっしゃー。え、今回いけたんじゃないこれ。パーフェクトでは。ほらほらほら、記録20分の20回。金の粒かける66。ボーナス獲得。ドクターラッパーを手に入れた。何それ？ジュース？金の粒ボーナス。真面目に生きるを手に入れた。本かな。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。